黒見岳は、薬島の宮の浦学南側に位置する山である。標高は、薬島及び九州において6番目の後方となる。九州百名山の一つに選定されている。宮の浦岳、長田岳及び黒見岳を薬島三山と呼び薬島の代表的な山とされ、根町、九龍岳、大岳、安房岳及び東石岳などを含めて、奥岳と呼ばれる。 これらのうち薬島の海岸部の人里から望むことができるのは長田岳及び根町であり、黒見岳も栗尾川川口右岸付近からかろうじて山頂部分を望む。一方で三国名称図絵では薬見岳を宮浦学、長田学及び栗尾学としている。江戸時代に刊行された明暦薬島大江図には黒岳と記されており、名称はこれに由来するとされ、 また、三岳は、薬島で、崇拝の対象とされる広報に対する故障でもある。宮之浦岳をはじめとして薬島の山岳地域の大部分は、霧島役国立公園に指定され、宮之浦岳、長田岳及び、黒見岳など、中央の山岳地帯は、世界遺産の森林生態系保護地域保存地区に指定されている。山頂付近まで、杉、薬島尺投げ、 薬島ホツツジ及び、宮間白神などの低木が茂り、ヤクザサが生い茂っている、他の奥岳とは対照的である。高山植物の宝庫でもあり、薬島のラン、一寸金華など薬島の固有種も多数見られる。山頂は巨大な花崗岩からなり、摂理による割れ目がある。また山頂は宮の浦岳、長田岳など奥岳の絶好の展望所となる。 黒見岳の南東側直下には、花の江川と呼ばれる高層湿原が広がる。安房から林道を 23km 上り、淀川登山口から宮の浦岳へ向かう登山道に入り、淀川小屋、小花の江川及び花の江川を経て黒見は彼から岩場を上り黒見岳山頂に向かう。ありがとうございます。